はい、今回はですね、こちらの彼岸花をドライフラワーにやっていきたいと思います。ではね、早速どのようになっていくかね、試してみましょう。ではまず密封容器を用意します。はい、この密封容器の中にシリカゲルね、を少し入れていきます。はいはい、こんな感じでいいかな。はい、こういう感じです。はい、今回はね、ドライフラワー用の乾燥剤を使用します。はい、ではね、彼岸花を今から入れていきます。こちらの容器に入れます。そして入れ終えて、よいしょよいしょ、ちょっとね、整えますね。よいしょ、入れ終えましたら、今度はですね、シリカゲルをね、入れていきます。はい、入れるときはね、優しくちょっと入れてくださいね。ざっと入れるとね、形が崩れてしまうので、サラーっていう感じで入れていただけるといいと思います。はい、入れ終えました。あとは出てるところを切ります。そして切り終えたら、これを密封します。これを 4,5 日ね、寝かしたいと思います。はい、こちらもね、一応で作っておきます。5日経ったので、今からね、開封していきます。さて、どんな感じになってるかな。よいしょ、さあ出ておいで。ドロ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 、お、出てきましたね。はい、こんな感じですね。ちょっとね、色の方が赤からね、青紫にちょっとね、変わってしまったんじゃないかなと思っております。まあね、赤紫に変わってるようなんですけども、まあこちらね、見る限りはね、綺麗な状態、はい、綺麗な状態でドライフラワーになったんじゃないかなと思っております。こんな感じですね。こういう感じにね、仕上がります。前回ね、作り上げたこちらのアート作品を使っていきたいと思います。まあ、こちらのアート作品にですね、先ほどの作った彼岸花、こちらを飾っていきます。はい、もう一つと、よいしょ、はい、こういう感じ。はい、もう一個、はい、3本ですね。3本の彼岸花を刺しました。よいしょ、はい、あとはね、こちらちょっとね、崩れたの花をこちらに置きます。よいしょ、ちょっと、はい、できましたやね。はい、できました。はい、完成いたしました。はい、今回ね、こういう感じでね、アート作品を使用してね、彼岸花のドライフラワーを刺してみました。ということでね、まあ、こういう感じでね、いろいろなね、彼岸花だけに限らずね、いろんなドライフラワーを作った時にこちらに差し込むと、またいい感じのアート作品になるんじゃないかなと思っております。ということでね、今回はこういう感じでね、作らせていただきました。またね、いろいろなものをね、どんどん作っていきますので、どうぞよろしくお願いします。ではもう少しひとときをご覧ください。